業商店をお手伝いする活性化応援番組アビアウェイ。はい、皆さん、はい、こんばんは。宇宙一負けず嫌いのカナです。食べるの大好きちーちゃんです。エイサー大好きシュンカです。はい、はい、久しぶりに3人揃ったね。ということで、はい、出会いが来てます。では早速行ってきまーす。お久しぶりです。お久しぶりです。初めまして、ブルーの中です。よろしくお願いします。はい、今日はお願いします。今日はですね、皆さんに2カ所ご視察してほしいんですけど。2カ所、2カ所。はい。一つ目はカフェワクワクさんというワクワク飲食店、はい、君の家事というゲストハウスですね。あ、ゲストハウス、はい、南部では数少ないゲストハウスなんですけど、そこをお聞かせしてもらいたいと思います。はい、来ました。はい、で今日はですね、はい、うちの商工会の若手の方君、上原君、はい、上原君が皆さん案内しますので、はい、では早速行きますか。はい、はい、よろしくお願いします。行きましょう。行ってきます。行ってきます。いらっしゃい。はい、せーの、おっかけを乗せて島を走ろう。ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよう、ハンズ。ジャンボステーキください。焼き加減は俺、ミディアム。俺は私、手加減なし。手加減なしのうまさとデカさ。せーの、おかけ。こちらがカフェワクワクさんです。ワクワクさん、はい、山城さん。はい、こちらカフェワクワクの山城さんです。あ、はい、山城さん、よろしくお願いします。今日はどういったご依頼ですか？はい、まずはじめにですね、はい、お弁当の盛り付けをお手伝いしていただきたいと思います。はい、さあ、もう早速ですか？はい、あ、よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ります。この下空いてるところに、はい、うち今ですね、これをキャビット物、うん、はい、これ3つ選べる。これ3つ入ってる、うん、1、2、3、4、5、6、真ん中の方に豆腐が入る。ランチ食事の方は中でもやるんですけど、はい、お弁当の販売、はい、一緒にお願いしたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい、あ、100円って、あ、うそ、これで、これで100円。はい、100円です。赤も入ってるのにね。しかも安いね。シニピーマンでかいからね。シニでかいだよ。400円です。いつも買いに来られるんですか？あ、すごい。400円になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今もう弁当販売途中なんですけど、はい、次うち町内の業者さんから受けてる人参の皮むきの作業があるんですね。あ、はい、今度はそれお願いしていいですか？はい、じゃあ2回お願いします。はい、行ってきます。ちょうど1日で何個ぐらいできるんですか？1日500キロ。すごいね。こんだけあったらどんだけの人参収集作れるのかな。やばくない？1年分じゃない？1年分じゃない、もっといったわ。500キロだよ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ではですね、うちのおすすめのランチを食べていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ランチにもどうぞ。はい、ありがとうございます。せーの、いただきます。ハンバーグいただきます。いただきます。うん、うまい。おいしい。特製ソース、なんだ、ちょっと甘酸っぱい。分厚いね。ね、うん、おいしい。周りはサクサク、おいしい。
五穀米だ。うん、春夏の白米。うん、まあ、でも二つから選べるんですね。うん、いただきます。うん、おいしい。肉が柔らかい。ちょっと気になったんですけど、この黒いだからよ。そうなんです。これは黒人参って言いまして。黒人参。はい。これもしかしてこの3種類全部人参なんですか。人参。あ、これも人参？はい。全然甘い。味は全然人参だよ。そうなんだ。甘い。この黄色いのは卵サラダです。違います。これはかぼちゃの毛なんですね。あ、そうなんだ。卵入ってるみたいな。卵入ってるみたい。白いのとかも卵だと思った。うん。うわ、美味しい。やばい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。お腹いっぱい。野菜の方は地元八重瀬町のお野菜使ってるんですよ。あ、そうなんだ。だから地元の使ってるって安心するよね。安心するね。お腹いっぱいになりましたので、今度午後は、ピーマン農家さんに行って収穫。あ、ピーマンのピーマン、はい、お伝えしていただきたいと思います。すごい。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ではご紹介します。はい、農家の、中曽根さんです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ピーマンのヘタをハサミで切るんで、あ、はい、箱をできればじゃあ運んでもらって、はい、大丈夫ですか。はい、いきます。お願いします。いっぱいある。切る。切る。もう簡単じゃん。こっちポイしていいですか。ポイっていうこっちの上でやっとけば。で最後にこれすればいいから。あ、はい。そうそう。でこっちにじゃあ。すごいね。でっかい。頂上と寿司重いし。もっといい。はい、今日の作業は以上になります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お邪魔します。ああ、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。それじゃあ、はい、次の、はい、海の風っていうゲストハウスに、はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。おきゃつは名手サポートを応援しています。せーの、おきゃつ。着きました。はい、こちらがゲストハウス海の風です。あ、はい、すごい。宮本さん。はい。あ、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ご紹介します。はい、こちら海の風の宮本さんです。宮本さん、よろしくお願いします。今日は私たち何をお手伝いしたらいいですか。まあ、夏に向かって、うんうん、まあ、忙しくなる前にいろいろ片付けをしたり、まあ、綺麗にしたりっていうようなことをしてるんで、そういうお手伝いをしていただけたらなと思ってます。はい、喜んで。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これと実は同じやつなんですけど、はいはいはい、やっぱり外に置いてるんでね、半年ぐらいでダメになっちゃうんですよ。ね、半年で、ちょっとこれをね、変えてもらおうと思います。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあですね、はい、新しいハンモックに、はい、乗ってみますかね。はい、はい、ではですね、うちのハンモックの乗り方のインストラクターがいます。かわいい。ああいうふうにまずお尻をお尻で座って、それから頭を、そう、余裕だし、うん、いや怖い。どっちや、そうそうそう、よいしょ。お、いいね。はい、そんな感じです。で、かなりポンとか行きそう。うん、寝転んで、完全に寝転んでからがいい。ほんで手中に入れてなんかバランス。ああ、そうそうそう。これ、はい、枝豆になった気分で。貝殻とかありますよね。はい、ビーチクラフトといいますか、この貝殻とか、作成例っていうのがいろいろ欲しいなっていうのもありまして、うんうん、はい、その作成例を。作成例を。はい、若い感性で、はい、沖縄の女の子の若い感性を見せてもらいたい。え、自由ですか。自由です。何作ってもいい。完成しました。出来上がり。ご苦労様です。はい、じゃあ、乾杯。乾杯。うまー、これうまー。表面パリパリで中はジューシー。うん、やばい、うまい、間違いない、間違いない。ですね、バーベキューだけでも、うん、できます。空きがあれば大丈夫です、うん、はい、大丈夫なんだ。お肉だけ食べてるのもいいんですけども、実はここにトルティーヤを用意してますので、うん、これをね、さっとここで炙ります。はい、うん、いただきます。はい、めっちゃうまい。なんかもう熱こう、私ピザソースともマッチしてる。幸せそう。また幸せ、これ本当にうまい。めっちゃうまい。これはいいね。うん、うまい。楽しいね、しかも、うん、おいしい、うん、なんか肉の臭み全然ないし、おいしいですね。あ、そうですか。すごい、うん、
長命草わかります？長い命の草、長命草、サクナですね、はい、はい、どうぞ。おいしい、ね、さっぱりするでしょ、香りがね。ごちそうさまでした。はい、よかった、すごい。よろしくお願いしたまず、そうこれ全部で1000円だよ。普通バーベキューをこの、はい、スープとかデザートじゃないですか、はい、そうだ、そう、外でやるバーベキューで、ここでしかできないよ。しかもトリッキーやまで。じゃあ今日皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ピーマンあんな量見たのも初めてだし、あのヘタペペペあやったな、あれハマったんじゃん。そしてランチ、そしてなんていうか、やっぱ自然に触れてるっていいね。まずこの使ってるのくらいね。そうそうそう、だから弁当もすぐできるしたし、もうあのブランブラン、あの初めてそう、ブラン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 。最後のバーベキュー、もうお腹膨れすぎてるよもう。じゃあの視聴者プレゼントがあるということで、はい、はい、じゃあまずワクワクさん、はい、はいはい、ワクワクからはランチ券3名様に。うぅいいはず。こちらの方はですね、あの民宿ゲストハウスということで、はい、ペアの宿泊券を、ペアの宿泊券、はい、まあ、1枚ペアで、はいはい、ご用意いたしました。はい、おーすごい、お待ちします。ねー、どうぞ紹介ください。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。イエーイ、この番組はご覧の各社の提供とお企画サポーターズの皆さんでお送りしました。なしのうまさとデカさ。究極の100円そば。100円そば。うちの番組ね。情報が欲しいですね。取材したいなと思ってきたんですけど。Are you Japanese? 100円ですよこれ。うまい。うまい。ガールズテラスが